こんにちは、速稼塾の久保です。今日は1月13日でございます。昨日ね、ダブルボトムと、あと、陽線が、ヒゲを出したものが、ヒゲがどんどん実体になっていって、実体オンリーの陽線に変わるという2点についてお話していきました。これが昨日の時点での私の仮説だったわけですけども、この仮説に対してですね、1日経って分かったことが、同時に2つあります。それは、ダブルボトムではなくて、ダブルボトムを否定する動きが来たってこと。そしてそれにつれてですね、結局、ヒゲありの、上ヒゲありの陽線は、そのまま上ヒゲありで、そのまま確定したってことですよね。代わりに陰線が大きく出たってことになります。それではその辺を中心にどう考えていけばいいのかを解説していきます。こちらです。はい、これ日足ですけども、お分かりいただけるように、このヒゲ付きの陽線が上昇するに従ってですね、こうなると思ってたわけですよ、私はね。赤で、こういう風に埋まっていくんじゃないかなと思ったんですよね。そうすると、また黒になりますけども、ダブルボトムを完成させて、上昇に向かっていく流れが見えるかなと思ったんですよね。全体的にはこれ上昇トレンドですからね。まあでも実際はそうならずに、私がダブルボトムだと思った点を突き破ってね、突き破って下落に向かったということです。これはこれでね、取れていけるわけなんですよ。で、115円の448をレジサポラインにして、結局下の方にズーンと下がっていったっていう意味では、前々回の仮説の方が強かったってことになりますよね。で、この流れ、下落がどこまで行くのかっていうと、一つのポイントとして、この辺りを意識して、ここまで行くんではないかなって考えることができます。まあ、切り板で言うと、114円の450ですかね。一応書いておきますね。ここが一つの注目ポイントになるっていうのが、日足です。じゃあ次行きましょう。4時間です。はい、今回の4時間軸なんですけども、私がダブルボトムと思ったところが、ここですよね。このダブルボトムが、もしね、本当にダブルボトムとして完成していれば、ここから始まった上昇トレンドが一旦は落ちていっても上の方に上がっていく、ギザギザしながら上に行く、そんな想定をしてたわけなんですよ。ただ仮説がいつも当たるわけではありません。実際はそうならずに途中まで上がっていったんだけども、この下落のね、新しく見えてきましたよね。下落のチャンネルラインに合わせて下にブレイクしたってことになります。つまりはダブルボトムで設定していたこのゾーンをですね、下に突き破っていったんで、じゃあセルでエントリーし直せばいいじゃんってことになったわけなんですよ。ただこの時間私寝てましたんで、予約注文も何もかけてない状態ですから、私はこれ、気づいていてもエントリーはできなかったですね。ただ私が専業のトレーダーだったら、このポイント、115円の090を割るかどうかっていうのをずっとね、張り付いて見ていたと思います。そして、下にブレイクした瞬間に、例えば115円ギリギリで115円ジャストぐらいでね、セルの方に入っていて40ピップスぐらい取ったんじゃないかなと思いますけどもね。ただ張り付いていないんで、その面ではチャンスロスを起こしたのが私の力量ということになります。まあもちろんね、24時間張り付くことなんてさすがにできませんからね。はい、それではね、ダブルボトムの点がここにありまして、もう一個が向こうの方にあるんですよ。で、ちょっともう画面切れちゃったんで、昨日みたいに別の画面を見て、お見せすることはないんですけども、ダブルボトムだと思って上昇、ちょっとすいませんね。ダブルボトムだとしたらこれが上昇していって、ここも抜けていって、ここも抜けていって、ここも抜けていってっていう風な形を取るんですけども、そうではなくて、この一旦は上がったんですけども、失速してですね、ついに高値を切り上げることがなかったんですよね。こういう風に。上げることがなくて下がって、しかも、このヒゲで作った下支えも抜けてしまって、さらにダブルボトムの横に伸ばしたね、レジサポライン、まあゾーンも突き破っていってしまったんで、この、陽線の長いのが終わった瞬間に、また新しい陽線が始まりましたよね。陰線です、陰線。青い陰線が長いのがあって、それが切れて次の1時間でまた上髭をちょろっと出してね、陰線が始まりましたよね。じゃあ、ここで少なくともエントリーはできたんじゃないかなっていうことです。張り付いていたらこういう風にエントリーはしていたと思います。セルの方でね。まあなんせダブルボトムが否定されて上に行かないと思ったわけですから、ここを突き破った瞬間ね、それはセルに入るっていうふうなクイックレスポンス判断になるということでございます。今日はそんなとこですね。はい、今日はそんなとこです。昨日の反省ですね。だからこれからどうすればいいかってことですけども、今度そのレジサポラインっていうのが115円の050で設定できますんで、まあ115円の050を上昇して突き破るまではセルの方で見ていけばいいのかなっていうことと、あとはレンジになる可能性もありますんで、それを疑う意味でね、木曜日金曜日を使っていこうかなってことです。レンジになるのか、それともセルの方向に行くのか、これを見極める一日になるんじゃないかなと思いますよね。朝しっかりと昨日までの動きを確認して、これがね、昨日ね思ったようにダブルボトムだったらまた次の挑戦に行けるための計画を練るんですけども、ダブルボトムが否定されてさらにセルの方に行ったわけでしょ。ってことは今仮説がずれ始めてますんで、再構成するためにエントリーをねバンバン行きましょうみたいな未来仮説は立たないわけですよ。それよりも新しくリセットして状況をねゼロからまた構築していくってことになりますんで、木曜日はどのように動いていくのか、おそらくこれはレンジの方に分があるんじゃないかなと思いますね。こういった動きをした後はレンジになるとしたらね、114円の475から115円ジャストぐらいのこの50ピップスの間でレンジになると思います。まずはそんな形で今日一日本当にそうなるのか見ていきましょう。それでは失礼します。